星野源さんとガッキー、結婚したじゃないですか。で、周りで仲間内で聞いたのが、いや、なんで星野源なのみたいな。いや、星野源全然よくねと思って。で、どうやらもっとイケメンがいるとか、ガッキーの方が背高えじゃねえとか、高えじゃねえかとか、いや俺の方がかっこいいとか、いやまあそこじゃないでしょって思っちゃう。まあそこも大事なんですけど、やっぱり昨今のね、浮気問題とか、やっぱ結局金があって思いやりがあって余裕がないとちょっと無理あるんですよ、癒しとかがないと。でかっこいいとか背が高いとか、結局いい遺伝子が欲しいから、まあわかるんですけど、もしかしたら子供欲しくないかもしれないし、そういうイケメンとか、なんだろうな、チャラくない方の方が堅実じゃないですか。やっぱちょっとかっこいいと、まあ星野源さんもかっこよくはないんですけど、過去の経歴とか、それとともに、写っている過去の写真とか見ると、こっち側なんですよね。だからそれもあって、才能はともかく、ちょっと変わってる感じで、ちょっとネクラな感じもありつつ、まあ普通の学校にいたら、僕もそうだったんですけど、まあなんかちょっといじられるほどでもないし、なんか同窓会を、本当はどうかわかんないですよ。僕の場合ですけど、同窓会に、まあこいつ同窓会に別に呼ばなくても、まあ成立すっかみたいな感じのこっち側だと思ってたんですよ。知らないですけどね。本人は本当はどうか。だから、まあそこら辺で、イケてる奴らは、中学校の時イケてる奴らは、まあそう思うでしょうけど、ガッキーをそんな安く見んなよと。で、まあ、なんとかロスって最近流行ってるじゃないですか。イケメン俳優が50手前にして結婚したりとかね。まあ西島秀俊、福山雅治とか、そういう感じの人たちが結婚するとロスになると。で、ロス、ね、今回もガッキーロス、石原さとみロス、北川景子ロスとかあるじゃないですか。僕ロスったことなくて、ロスってる人ってなんか現実的にこう考えちゃって危ない人だなって思っちゃう。ストーカーになりやすいっていうか。だからああいう、だから会えるアイドルとか、近所のエロビデオ屋でサイン会するセクシー女優の人とか、危ないやつしか来ないじゃないですか、基本的に。現実と、やっぱあとドラマの役名でついつい女優さんに会ったら呼んじゃう人とか、入り込みすぎじゃないですか。あと大阪のおばちゃんとか、街歩きの人に勝手に顔面に入ってきて勝手に手握っちゃうとか、危なくてしょうがないですよね。だからああいう職業はね、まあその代わりそれだけ有名になってお金ももらえればいいんですけど、だからあんまりその入り込みすぎないんですよね。だから例えばドラクエやってた、ドラクエとか、まあファイナルファンタジーとかやって、ザオリクとかレイズとかあるじゃないですか。だからあれが実際に使えちゃうと思ってるってことですよね。で、星野源さんのことを舐めてると思うんですよ。俺の楽器よみたいなね。まあ悔しいっていう気持ちはわかるけど、そのガッキーがいなくなっちゃった、俺のものじゃなくなっちゃったみたいな考え方、ちょっと俺ちょっと理解できないんですよ。
長澤まさみの方が好きなんですけど、まあ同じ世代で言ったら長澤まさみが結婚しても僕は何とも思わないんですよ。お近づきにもなれないんでね、うん、だからいちいちなんか仕事休んじゃおっかなっていう気持ちにはならないんですよ。それはそれみたいなね。だから大変だなと思って、そういう人はね、だってすごい情熱があるわけじゃないですか。絶対に手に入れられないものっていうのがあるじゃないですか。分かんないよっていうの希望を持ってる人はいつまでもまあなんか持ち続ければいいと思うんですけど、はい、だってガッキーと結婚したら下で、まあ、大変だと思うんですよ、いろいろと。旦那さん側もね、だからそういう人って、例えば筋トレしてる人だったら、あ、その前にちょっとお前体型どうにかしろよとか顔どうにかしろよとか、なんか、ま、変な負け惜しみ、対等もしくは対等以下に見ようとするんですよね。あと頭がいい学者さんとかコメンテーターの人とか、まあ、まずニュース見ないと思うんですけど、ニュース見たりしたらその髪型なんとかしろよとか顔がムカつくとかそれはどうなのって思っちゃう人が結構周りに多いんですよ、うん、だからその渡部さんとかも佐々木希美さんと結婚したじゃないですか。渡部さんも佐々木希美と俺結婚したぜみたいなそういうマウントが欲しかったんじゃないですかね。全く羨ましくないですけどね、別に佐々木希と結婚したからってね、毎日あれできるわけじゃなかったんでしょ、要は、うん、ということです。まああの星野源には勝てないですよ。